これはね、はい、まあ掘ったら貸されたり捨てられかけたりいろいろされたんだ、でまた来たわけよ。紫色とかピンクはいっぱいあるんだけど白ってね意外と少ないの、ツツジ系統は、皆さん周り見てもね白だけのツツジって意外とないんだもん。ないね。ここで落とします。ナタで乱暴に削ったんで、で傷口がねこう削ったような傷口になってるのね、それが治りづらいからやっぱりこうこういうね、切れなくてもいいからハサミで。なるほど。これさっき針金切ったからねちょっと切れないけどねやっぱり使い方上手だからね。切れてるでしょ結構。切れた、いや切れたっちゅうか白くなってむしれたような面積の広いとこを面積狭くするの。そうだ、結局傷口ね、広げないわけさ。傷口ってさない方がさ、早く治るじゃん。まあね、カーリングストーンさん。カーリングストーンツツジさん、カーリングストーンツツジ、カーリングストーンホワイトツツジ、すごい長いね。ちょっとこう下だけねこう軽くこうやって今ちょっとこういくでしょうね。筒状の土だね。筒状グランクラス、筒状グランクラス土です。これは粒はちょうどいいね、このぐらいね。あんまり小さくてもねダメなんですよ。これは皆様ご存知の昔のカーリングストーン、昔のカーリングストーン、面影は何もないけど、面影はないけどこれねえ、売れるわけないからいかったね、残ってて、これは花真っ白だったよね。そうだね、でっかいやつね。でっかいの、これはですね一応基本的な管理はしてあるから、ここはもうこれ腐らないです、これ以上。もう硬くなって乾いてね、そしてちゃんと石灰塗って腐らないようにしてあるしね、まあ多少この辺がね腐ってきてもこの皮取っておいてまた薬芯処理しておけばね、もう真っ白なっていつまでも残ってんだよね。でこれはここで生きてるのはここまずでだけですから、本当はこういうとこから出てくれば面白いけど、これはでっこないからね、ここまずだから生きてるの、これだけの命なんですよこれ。だから素晴らしい根なんだよこれ。これはみんな生きてんだからね。これこれこれみんなこれ生きてんだよこれね。これ言ってこい。それ岩に見えるけど木なんだよね。
それをね、これでこれは今ただちょっと面白くないんでね、どうしようかって今考えたらさ、ここから出てきたでしょ。これ今年も咲いたの見たと思うんだけどさ、これをまた来年もね、ここにも来年の花芽上がってきてんだけどね。どれ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 、これ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 、みんなもうコロッとなってきてる。ちょっとまだ8月なので分かんないけど、来月になるとこれが膨らんでくるんです。もう伸びないで、これ、うん、これが全部ね、花芽になるの。で今年はね、ここで咲いたんですよ花。そうだね、ちょっと大きいの。でっかいですね。だけど来年はね、こんだけにみんな栄養分送らなきゃなんないからね、ちっちゃくなる。花ちっちゃくなってね、かえって可愛いんだわ。あ、そう。それでね、葉っぱも小さくなってきた。あ、そうだね。去年までは1分だけでエネルギー出してたから、うん、葉っぱでかかったけど、うん、これはみんなこれ子孫にね、財産残してるわけさ、こうやっていっぱいね。だからどうしてもね、財産が減ってくるわけよ。あ、これ1本だったらね、1本に初めからしとけば、うん、こんな大きくなってたけど、うん、もうこれみんなね、貧乏人の子沢山でさ、うん、財産分配される、財産分配されてだんだんちっちゃくなっちゃった。うん、数が増えただけでね。なるほどね、うん、これはさ、一生懸命喜んでるのは税務署だけだこういうことなんです。ちょっとね、これは今あの、なぜこんなの真っ赤ったらね、うん、ちょっとまっすぐ出てるんでね、うん、右でも左でもいいんだけどね、うん、ちょっとこう横からね、こういう岩の間からこう出したいわけさ。それでこういうふうにちょっとね、これは来年すぐ外しちゃうよ。これは春までに癖ついちゃうから。うん、これでこういう感じにしてね、ちょっと針がね残ってたけど、この太いやつはここに使いましょう、切らないで、うん、こういう感じにしとくでしょ。それでさ、これをねちょっとこう本体にちょっと気持ち寄せる、うん、これは折れやすい木ですからね。へえ。ただポキって言ってもね、うん、あっと思って元に戻せば治る。あ、そうなの。うん、 0.5 秒以内に戻すの。あ、そうか30分以内じゃないの。じゃあ30分以内、それはオペレーターを増やして待ってますって。30分は、これはね大丈夫、うん、こうやるでしょ、うん、それでさ、ここでねこういう感じにちょっとこう上げ気味にしとくんですよ、うん、でちょっと低くなった感じより前にね、こういう感じにしとくんですよ。こうやってね、ちょっと今はなんとなくいじめ加減にしとくとね、うん、なお花つきやすいの。あ、うん、慌てるの彼ら。お、大変だ、身の危険が来るって言ってね、うん、早く花をつけて子孫を残そうと思ってね、ちょっと触ってやるとね、意外とね秋の花つきいいんだよ。だからなかなか花つかないやつね、針金でわざわざねくるくるっとかけてね、で傷つかないうちにまたすぐはパッと離して外してやるの。うん、だつぼみつくのいっぱいあるよ、シャクナゲなんか。なるほど。ツツジもシャクナゲも性格似てるからね、うん、それでね、あんまり伸ばすの嫌だから、これなんかない、これ3本も出てるでしょ、うん、で今のうちにこの長いとこちょっと落としとくの。あ、そうか。それでね、ここもさ花一つあれやいいんだよ ね、 そうだね、くっついちゃってるもんね、うん、だからねこれもね、ここでちょっとこうやって切っとくの。でいっぱいある出るってことは、こういうとこはね本当はここに花つくんですけど、うん、こっちの方に何個かつけば十分でね、うん、ちょっと伸びすぎてるでしょ、うん、これはねここでちょっと下の葉っぱいっぱいから2枚残してね、あ、曲げないの、うん、いや曲げてもいいんだけど、とりあえず切っとくのこうやって、うん、でぐっと下がったでしょ、うん、それからまたね、めんどくさいけどね、うん、またあこれもいらないわ、これ花は2つも咲けば十分だ、うん、こんな感じにしておくと、ここにこれ岩があって、こっからパッと出てきたところに花が咲くと。で来年もっとまた低くするわけね。こうやってだんだん低くしていくと、こういうとこが出てくるのこれ、うん、だからこれはこれでまた来年ここで使えるよ、うん、でこういうのもこれも去年なかったんだ。あ、そうだね、なかった、ね、それが出てきたでしょ、うん、でこれはまた針金かけてね、ちょっとこう直してやる、うん、したらここら辺でこんもりできるでしょ、うん、盆栽っていうのは鉢の中に景色があるってことよ。そうだよね、景色だよね、うん、鉢物っていうのは鉢の中にいろいろ色があるんだ、うん、その違いだ、うん、鉢の中に景色を作るんだって、うん、なんか盆栽っていうのはね、先輩がいいこと言ってました、うん、分かったかい、鉢の中でいい景色を作る、盆栽は鉢の中に景色を作る。はい、また5、6が増えました盆栽5、6が増えました。盆栽は鉢の中に景色を作る、うん、あと覚えてきなよディレクター。俺出ないよ、やってる人が覚えてる
こういう感じですけどね、これはね面倒でも全部にかけるの、針金、これこれはねあれなんですよ、これ見捨てられたシリーズじゃなかったこれ。いや、あ、そうだそうだ、最初はね、そうでしょ、うん、見捨てられたけどあれだよね、作り直したんだ、無事あれだね、カーリングストーンにしたんだけど詰まるも出なくてさ、うん、やっと出てきたのが発見してさ、うん、1個だけ伸びてきたんでね、あ、それを大事にしといたの、うん、まあ、周り削ってこんなキスキャンのが残んなかった、これはコピックスのやつだ、いや、これはあなた私のです、キキの根っこ、いや違う、何を隠そう、こんなでかい針に入った、いや元でかいよ、こんなのに入った、うん、そうそうそう、もともとこれ何のキスだ、これ、うん、これは琉球ツジの、あ、琉球、白い筋ね、うん、琉球の白花です、これは、それ鉢に入ったの、うん、うん、こんなでかい鉢に、そうそうそう、それでもう一本かけましょう、おお、これはね、ちょっといいかなったんじゃない、いや、これは絶対にね、あの花の花の色の好き好きはあるよね、うん、あのこれは一応白花なんですけどね、うん、この琉球ツツジってね必ず白とは限らないの、薄、うん、紫、薄紫も出てくるのもあるの、2種類があるの、うん、だからねこれはね、うん、あんまり期待しないで待っててもなんか違う色が出たらもうけもんでさ、白は白で綺麗ですよ、うん、純白、それはそれ琉球ツツジってね、うん、筋の中で一番遅く咲くの、一番遅いの、そしたらその白を持っても紫がなんか夕日絞りみたいなもんかい、うん、そういうんじゃなくてふわっとこういう綺麗な模様っていうよりもなんか薄い紫が入ったり、なんとも言えんとも言えない、それは、うん、あの透き通ったような、これはどうだか分かんないからね、まあ、はっきりしたこと言えないけど、まあぐるっと見たらこういう感じにしとくんですね、これね、だこれは一応なくてもこっちから見る将来のために、いや、そうしよう、将来伸びたらね、種が置いて置いとくか、したらね、太らした方がいいって、あ、そうか、それ太らそう、上ばっか太る、この取り取ったの、これ取って、ゼニオケなんか取って、上ばっか取って下太るんじゃない、足元綺麗にしてよく見えるようにしてね、今見ないんだからね、これは枯れてるからね、今見ないんだから、つけとけば太るから、下枝、これ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 みんな生きてるからね、うん、お、これあと100年したら素晴らしいもんになるよ、あと100年あと100年したら素晴らしいもんね、うん、これはね今見てるけど誰も生きてないわ、これはね、 あ、俺は生きてる、大丈夫だ、これ新幹線開業した時はちゃんと名品になってるこれはなんだか、これチェーンソーでやバッタバタやった後、あ、そうだね、うん、でちょっと刃物の跡らしきものが見えるからね、ちょっと分かんないようにちょっと削っとくわ、これみんなそのえぐれたとこがいいでしょ、これがこれチェーンソーで、うんうん、大型チェーンソーでやったんで、うちの溝さ小型チェーンソーでなくて大型チェーンソーです、うん、これはね後でまた機械でこれきれいにしてまたもう一回石灰塗るんです、年に一回、はい、そうするともう腐らないの、うーん、ほったらかしとくと、何年もほったらかしとくとね、これゴミがまた泥になってそれが腐る原因になるんでね、うん、1年に一遍歯ブラシか機械で掃除して乾かして石灰溶合剤塗ってきて、だからチンは塗るんだ、うん、やっぱり乗らなきゃ腐る、あ、そうか、一応これでね、うん、あの白い花の琉球ツツジって言うんです、はい、これはガラリと変わったね、変わったね、これ面白くなる、今から予約してもいいですよ、うん、